はい、こんばんは、こんにちは。Wii U 版マザー2第21話、続きをやっていきます。昨日はそのゲップ倒して、土星さんたちを救って、で、温泉のとこですね。温泉入った先に、自分たちの場所、音の石を使って記憶するとこですね。ボス戦だったんで引き返してきました。そんで今回はね、そこのね、音を入手するためにボスに向かいます。ねえ、で、何気にね、壊れたシリーズ、博士だよね、博士のね、壊れたシリーズ、それがなんとね、前回スーパーエアガンだったみたいなね。だから博士の武器も1段階強くなってます。で、装備も新調したし、こっからですね。こっから数ブロック先なんで、案外早く着きそうかな。ただここの敵がね、とりあえずキノコがクセモンですよね。結構そのキノコが頭に生える的なね、あれが非常に鬱陶しいんで、なるべく先に倒したい。オーマイガー、もうモエラちゃんダメだよね。もうボケちゃうっていうかね、歩く方向もダメになっちゃうし、違う、たまにミス、自分に攻撃しちゃうとかあるんで、キノコ化したらやっぱりね、これ一回戻ります。このキノコが一番鬱陶しいんだよね。経験値めちゃうまいしね。一気に40、でかいよね。博士も28、オフェンスが3もアップ。だけども、このまま進みたいけども、あ、戦闘じゃなければ、戦闘じゃなければ結構ね、大丈夫なんだね。こう、自分の時はね、前回キノコ化したのが、まだ一人の時だったから、その時がね、なんか、行く方向もなんかちゃんと歩けない状態で、非常に鬱陶しかった記憶があります。もしかしてヒーリング、サイコキネシスのヒーリングベータでもしかしたらキノコ化も治るのかな。これ効果ないよね。やっぱ一回帰らないとめんどくさいけどね。この先の展開がかかってくるからね。モエラちゃんの超魔法が、超サイコキネシスが仲間に食らったらみたいなね。あれ、道間違えちゃった。あそこはゲップのとこでしたね。で、ゲップのとこを倒して、抜けてきたとこが、なんと温泉だったみたいなね。そう、ここだったんだよね。温泉入れば治るとか？治んないもんね。じゃ、結局やっぱ下まで戻らなきゃいけないね。でも、ついでに寝ちゃう。ついでにね、宿屋に泊まって寝ちゃいましょう。まあ、あそこまでのね、ショートカット、ないのがちょっとめんどくさいけど。ここが、病院だったよね。ここはもう何でも治してくれるみたいな、そんなところでした。体治されますか？イエーイ、治ったなった。で、このまま宿屋、ホテル、土星さんのとこに泊まって、はい、お願いします。壊れたスプレーを直した。壊れたスプレーはディフェンススプレーだった。そんな感じでね、博士の持ってる壊れたシリーズが、装備できる武器だったり、アイテムだったり、
に変わっていくわけですよ。いざ、さっきの続き。あ、また間違えたね。あそこは上。上に行って。ね、ここですね。さてさて。あのボス、どんなボスか知らないしね。まだ敵が湧いてんですよ。まあ、今回はキノコ一匹だからね。もう集中攻撃で OK。OK。イエーイ。いい感じ。まあ、あともうオートでいいよね。オートで。お願いします。もうみんな強いね。あ、サイマグネット使うんだ。イエーイ。うまいね。1741。じゃあどんどん行きましょう。ほう、あ、ちょっと忘れてました。あの先が本当になんかボス、すぐボスだった気がするんだけどな。いや、案外このスリーク編がね、長いですね。うまうま。ね、めっちゃ上がる。めっちゃ上がるで。あ、ちょっとここね、回復しとこうって言っても、あんま減ってないもんね。減ってないもんで。だけど、ちょ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 って、これで消えちゃったらショックだよね。オッケー。一匹だけじゃねえか。オッケー。一匹で622ってめちゃうまじゃん。とりあえず、タッチしとこう。マジカルバタフライ。ピピとか回復します。イエー。またいるね。ここですね。ね、この間探索に来たんですよね、一回。ホラボス戦。さて。チェック。ペンシルロケット。チューチューマシン。このチューチューマシンがその HP 吸収するみたいなね、感じのやつで、壊れたレーザーディフェンススプレー。まあ、カーミッツのね、ペンシルロケットを渡す。もうペンシルロケットはもう、博士の専門でね。まあ、いい。死ぬのは怖くない。どんどん何回でもやればいいさ。よく来た。ここは3番目のお前の場所だ。しかし今は私の場所だ。奪い返せばよい。できるものなら。まあ、このくだりが毎回あるんですけど。おー。超年中の目。あ、なるほどね。そう来るわけね。もうここはもう本気でね、ジャスティス使ってきます。で、モイラちゃんは、やっぱね、これ系だからね、一列、こういくよね。博士はね、やっぱチェックしましょう。オッケー。PK ファイヤー。130、159。チェック。オフェンス54。ディフェンス8。ファイヤー。いい感じ。そんなことやっても、いって、PK ジャスティス。イエー。これね、多分ね、呼びそうだよね。まあ、とりあえず、カーミッツは撃つ。回復、サイマグレット。で、味方全員にサイコシールド。まあいいや。オフェンスアップで、カーミッツにして、博士はグッズで、このね、もらった分をね、チューチューしちゃうよ、みたいなね。ゴー。復興がアップして、カーミッツ152。チューチューマシン。吸っちゃえ。あれ効果ないんだ、やっぱ。あんまよろしくないね、この兆候。モイラも、アシストで、オフェンスアップを、博士にして、お願いします。博士じゃなくて、
回復するしかないよね。ライフアップ。で、モイラちゃんは、MP あるから、まあ、いっか。ファイヤー行こっか。で、博士はやっぱね、撃つしかないよね。お願いします。まあ、安泰になった。回復。これで100回復するね。OKOK。で、モイラちゃんは、ファイヤー。で、博士は撃つ。お願いします。もうモイラちゃんもサイコシールドやっとけよ。そんな感じでモイラちゃんもサイコシールドやっちゃいます。博士は攻撃。結構防ぐね。楽勝じゃん。あの、引き返さなくても結構案外勝てちゃったっぽいの。敵は宝箱を落とした。青のり、青のり、効果知らんけどみたいなね。お、モイラちゃんもレベルアップ。お、ディフェンスダウン。博士もレベルアップ。 HP2 だけかい。で、まあいいね、このまま。あ、とりあえずあれを調べましょう。グッズ、青のり、青のり、説明。食べ物にかけて使う。美味しい組み合わせで回復力アップ。ああ、ふりかけね。はい、到着しました。カーミスは遠くにママの声がしたように思った。思いやりのある強い子にと聞こえた。カーミスの持っている音の石がミルキーウェルの音を記憶した。なるほどね。そんな感じでこれでやっとスリーク編が終了ってことですね。ルーラ的魔法もないんで、このままじっくりとゆっくりとさっきのとこまで帰りながら経験値美味しくいただいていこうかと思います。先制攻撃のチャンス。もう、こんな感じで。ゴー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 。モイラちゃん、モイラちゃん。違う違う。回復、再マグネット、全員で。オッケー。ちょっとレベル上げすぎちゃったって感じなのかな。イエー。経験値うまっ。今回も先制攻撃。もう MP とか結構余ってるから全力で。ゴー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 。ジャスティス。イエー。うまいね。経験値うまいね。逃げるんだもん、この人たち。先制攻撃のチャンス。モイラちゃんはね、再マグネット全体に使っちゃってください。イエー。逃げるんだね。逃げるから興奮できるよね、先制攻撃。先制攻撃のチャンス。モイラちゃんは PK ファイヤーでお願いします。オッケー。
から声がね、ちょっと調子悪いかな。イエーイ。マジックバタフライのおかげで MP、PP 回復。どうしてもね、MP って言っちゃうよね。ありがてえ。ここでしばらく本当にレベル上げしてもいいのかもしれないね。敵も弱いしさ。PK ジャスティス。モイラちゃん、敵一列。博士。博士キノコ。しかもここのホテルは無料だからね。オーイエー。経験値うますぎる。先制攻撃のチャンス。モイラちゃんお願いします。 PK ファイヤー。イエー。強い強い。イエーイ。あと一匹。みんな、ま、ミスばっかりで。うますぎる。はい、じゃあこれで到着ですね。帰ってきました。話すの。コーヒー飲んでってください。はいですか、いいですか。思えば遠くへ来たものだ。遠く来たものだ。川光、君がこの長く曲がりくねった冒険の旅路を歩むようになったのは、あの最悪の隣人、ポーキーのノックの音がきっかけだった。しかし、この文章、昨日も丸々読みましたよね。そんなことを思いながら、今日も読み続けるのである、みたいなね。そう、これは昨日ね、コーヒー飲んだら読まされるんだね。別にこれで、PP とか、HP 回復するわけじゃなく、だから前回その月風戦終わった後に、その温泉でその月風のゲロゲロを洗い流せってこと言われて、洗い流してコーヒー飲んでこの文章が出てきて、うわなんかすげえ感動するみたいな思ってて、てっきりね HP、PP 回復してそのまま探索行こうかと思って上に上がったんですよね。そしたらいきなり戦闘入るじゃないですか。で全然 HP も PP も回復してなくて、もうやばくて、トラップですよね、これもね。決して失ってはならないもの、それは勇気だ。勇気は最後の勝利を信じることから生まれる。苦しいことも、辛いことも、まだまだたくさんあるだろうが、そんなことを楽しむくらいのユーモアも持っているのが君たちだ。コーヒーを飲み終えたら、また冒険が始まる。広大な砂漠を抜けて大都会フォーサイドへと君たちは向かう。川光、モイラ、博士、君たちにいつも幸運の女神が微笑みかけてくれるように。このあれがあったらなんか HP とか回復すると思うじゃん。2回目もちゃんと読まされることにびっくりだよ。一応なんかこの人気になる。おかげさまでランランランだ。あとここが長くなってるような気がするんだけどね。ここなんだっけ。気になるからとりあえずねまた調べてきます。できます。売ったり買ったり土星さんです。売りに来た。博士、なんかさっきエアガンもいらなかったよね。はい、お願いします。あとね、売るよねやっぱりね。何を売る。裏漢方壊れたらペンシルロケット収集マシン。ネバネバマシン、青塗り、音の石、あいみつ、ありがとう。
回パパに電話かけましょう。あ、こっちからかけるね。あ、出ちゃったよ。まあ、いい、下のね、ホテルのとこにも電話があったんで、そこからセーブしてね、戻るんですよ。物をあげます。命のうどんあげます。土星さんのコインあげます。クワガタムシあげません。嘘です。もうないです。なんかね、いろいろもらったよ。土星さんのコイン。これ説明。いわゆるその他の装備。身につけると防御力も上がり、ラックも上がる。コインといってもお金ではないらしい。クワガタムシ。説明。戦闘時投げつけると敵が驚き、動きが止まる。一度使うとなくなる。ふう。じゃあ、とりあえずグッズで、土星さんのコインを、渡しましょう。モイラちゃん。で、装備。モイラちゃん。モイラちゃん。大きな、あ、その他って言ってたね。真っ赤なリボン。いいね。で、一応、あの、グッズ。モイラちゃんの、モイラちゃんの、真っ赤なリボン。説明。モイラ専用。あ、特にそういう、なんか、防ぐとかそういうのはないのね。到着しました。なんか、モイラちゃん専用って言われちゃうと、なんか、釣れないよね。寝ましょう。止まるよん。爽快よん。博士は何も夜なべすることもなく、受話器取った。とりあえず、ママ。まあ、カミツ。何も言わなくてもいいの。ママは分かってるつもりよ。自分の息子ながら頼もしいわ。イエイ。ガチャン、ツー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 。パパ。お、パパだ。お前の銀行口座に5191ドル振り込んでおいたからね。よく使った分と差し引きで、17149ドル銀行に入ってるはずだ。次のレベルまで川3つは。お、もう上がるね。記録する。そうか、パパも今日も、もう休もうと思ってたんだ。そんな感じで、記憶したよ。続けるよ。無理すんなよ。ガチャン、ツー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 。で、あとは、トレーシー。エスカル軍曹。あ、カミツお兄ちゃん、トレシオン。うん。お願い。で、スリークの街に戻りましょう。でも、土星さん、ありがとう。すごいや、僕らはいつかお礼するです。いいよ。おっと、来た。エスカルガ運送でーす。お預かり料金18ドルです。お金持ってますね。はい。どれをお預かりしましょう。とりあえず、クワガタムシ。はい。ハエミツ。あと、真っ赤なリボン。帽子ヘルメットもいらないね。あ、それは次のとこで売るとして、ネバネバマシン使わない。うん。はい、お願いします。イェイ、ありやした。ほいじゃあね、これでスリークに戻って、どうなったかね、見ましょうかね。ここの洞窟はどうだったかちょっと記憶にないですね。あ、あれだっけ？あれ？ G 的な。オーケー。モイラちゃん、30になっちゃったよ。そんなんで、ここは宝箱のとこだったね。G 的なの逃げないね。アグレッシブに襲ってくるね。強いね。いやー、スリークは長かったねー。
敵多いよ。ああ弱そう。っていうのが命だ鳥だったのだみたいな。上がた、なんだっけ、上の方になんか道あったっけ、わかんないけど。ミス多いね。どうなってるの、上はどうだっけ。おうほうほうほう、これは使っていくしかないね。敵全員。モイラちゃん、モイラちゃんはオッケー、お願いします。地味だね、やっぱ氷系だよね。PK ジャスティスめちゃ強。イエーイ、チアスマイト20。おっとシールドベーター、バカセもレベルアップしたよ。ね、あ、ここが月風のとこだよね。で下に来ちゃって OK で、サイコキネシス回復、シールド味方1人。あ、2段階なんだよね確かね。なるほどね。モイラちゃん、これだっけ、ゴー、ケイ、イエー、うまくない。こっから出てきたんだっけ。長いね。あ、地下くぐって出てきたらここだったんだ。アリとワニ、あれ、アリが出てこなかった、ワニが出てこなかったね。よっしゃ、いや下に行かなきゃいけないじゃん。プレーンはね、博士、ほいじゃね、サイコキネスヒーリング博士。多いね。イエー。お、黒いアリも戻ってる。オッケー。で、スリークの街はまだですか。右側は気になるよね、なんもないか。ここここ、ああこれでスリークのあそこと繋がってるわけね。明らかに地球外生命体の手が加えられてるって感じだよね。次が敵出てくるんだっけ。いなかったね。いないね。結構長いね。ここは？おっと、BGM 変わって明るくなってる。おお。
スリークの街を明るく平和にしてくれてありがとう。サンキューラブピース。こんな少年たちに街を救ってもらえるとは誰が想像したろうか。化け物の親方をやっつけたからトンネルのゴーストも消えたね。おかげでバスが通れるようになったよ。私たちあなたのこと忘れません。またきっとスリークの街に来てくれますよね。イエーやり、スリークの街に帰ってきました。とりあえずなんか密売っていうか、あそこのね隠れてる人も気になるけど、その前にちょっと話していきましょう。バスで砂漠を抜けて大都会へ行って都会的な匂いを見つけるんだ。今でも結構都会だけどね。都会的だけどね。カミさんありがとう。かっこいいぜ。ヒーローだよ君たちは。素晴らしい。イエー。あんた、どこどこ砂漠で埋蔵金を掘ってる人がいるらしいよね。出たらちょっと分けてもらいたいよね。暗かったこの街もあんたのおかげで明るくなったよ。あ、いたね、密売の人。しー、大きな声を出すな。何の用だい。売りに来た物は何だい。まだ密売的なことしてんだね、この人。はい。はい。売りに来た。モイラちゃんのね、モイラちゃんの真っ赤なリボン。ありがとう。買うよ。買いに来た。何でも揃ってるぜ。ペンシルロケット。なるほどね。まだ今度ペンシルロケット買いに来るよ。使ったことないけどね。君は、どうなのかな。ゾンビから逃げ回って家に帰れなかったので家を忘れてしまったよ。そういうお誓い。おじさんは知恵と勇気と団結の勝利だったね。気持ちいいよ。マジックバタフライめちゃ逃げるね。誰もいないよ。もう平和になってるよ。ばあちゃん、あなたの笑顔には何かあると私は思ってたよ。ゾンビもゴーストもすっかり片付いたスリークの街へようこそ。あははは、あんたたちのおかげだったよね。特に他に話す人はいなかったかな。俺の大切な情報を聞いといたおかげで化け物の大山を倒したらしいね。イヒヒヒ、感謝したり、肩もんだり、俺を言ってくれてもいいんじゃないのかい。あ、俺のことを軽蔑してる？まなだし。でやんでいい、べい。くーって言ってたね。おくーん、まだダメだね。あ、よく見たらこんなが入ってんだ。誰に話してんだ。ダメだ。話が通じやしねえよ。デザート。じゃあ、バス停に行くんだよね。バス停に向かいましょう。バスストップって書いてあったね。ここだよね。はい。じゃあ、このスリーク編。今回、無事、終わることができたと思います。今回は、ここで配信中止します。停止します。お疲れ様でした。